アルファリーダーより各班、状況を報告しよう。アルファ2、地上は全てクリア。アルファ3、地下は B3 までクリア。残るは隊長たちの最下層のみです。了解だ。警戒しつつこちらに合流しろ。アルファ2、了解。アルファ3、了解。開けてくれ。
これは大将、資料にあったボスコノビッチの娘に似ているが、博士の娘はすでに死亡していたはずです。じゃあこの娘は一体誰だ。オメガワンよりアルファリーダー、聞こえるか。アルファリーダー、どうした。現在そちらに向かう複数の機影を確認した。警戒を怠るな。だそうだ、聞こえたか。各地警戒を。全員無事か。なんとか。大丈夫です、隊長。すまん。この音。あなたは誰？俺は。ここは一体。君は誰だ？記憶をなくしているのですね。私はアリサ。アリサ・ボスコノビッチ。
君は一体。一体何が起こった？どうだ？回収完了しましたが、隊長だけがまだ。そうか。それは隊長の。ああ。オメガワンよりロメオリーダー。正規軍が急行中。直ちに撤収せよ。ロメオリーダー、了解。撤収するぞ。ですが副長、隊長が。忘れるな、この場合撤収が優先だ。行くぞ。はっ。ここまで来ればもう大丈夫だろう。はい、周辺に異常は見当たりません。大丈夫ですか？ああ大丈夫だ。君はなぜあそこに？私はお父様を待っていました。お父様？はい、ボスコノビッチ博士、ロボット工学の権威で私の父です。あの場所は父の研究所になります。どうしてそんなところに俺は。あなたが身につけているのは鉄拳衆の装備です。三島財閥のデータベースにアクセスしてみたのですが、あなたに関する情報は全て消去されていました。現在あなたを発見次第拘束、もしくは抹殺せよとの指令が全軍に発令されています。抹殺？俺を？はい、データに記されている身体的特徴は全て一致しています。あなたは一時的な記憶障害に陥っているようです。爆発に伴う外的要因によるものと思われます。記憶障害？記憶障害については未だ効果的な治療法は見つかっていません。
もしくは催眠療法で臓器を流す場合がありますが、どれも決定的な治療法でないのが現状です。つまり記憶が戻るまで待つしかないということか。残念ながらそのようです。優しいな君は。だがこれからどうすれば。俺はこんな状態で命まで狙われている。5年前まで G 社の研究施設として使用されていた場所がこの先にあります。現在は無人のようですが正確ではありません。とりあえず行ってみよう。これからのことはそこで考えればいい。